前回の戦闘で僕の脳裏をかすめた最悪の疑念は、奴らが本当にジオンだったのかということだ。奴らがミレアを襲わなかったならジオンだと確信できたが、物資も脱出の足も欲しがっているはずのジオン部隊が有無を言わさずミレアを攻撃したことに、どうしても納得のいく理由が思い浮かばなかった。もともと僕らの部隊を半ば強引に設立したのはデビル将軍だが、その将軍も今は宇宙へと上がってしまっている。軍上層部の派閥争いなどに巻き込まれ暴殺される事例は表に出ないだけで少なくない。しかしこの真相が明かされることはないということも、兵士である隊長である僕には分かっていた。ただ部隊のみんなを無駄に危険にさらした自分自身に腹が立った。作戦内容を確認してください。作戦説明は以上です。北極基地から宇宙への物資打ち上げが行われる。この基地は先日ジオンの攻撃を受けて守備隊にかなりの損害が出たようだね。守備隊の代役で打ち上げを警護するってわけね。我ら広域特殊対応部隊もついに北の果てまで足を伸ばすようになったが、看板に偽りなしってことさ。一度襲撃を受けたってことは位置や規模は敵に知られてるってことね。今の地上部隊の混乱からするとそこは五分五分だな。しかし噂が広がるのが早いのは世の常だしな。それよりまた寒い場所なんですよ。そっちの方が問題ですよ。ポアの寒がりにも困ったもんだな。それほど長いはしないから我慢してね。よし、ユニット1出撃だ。了解。作戦内容の最終確認です。出撃準備をお願いします。ユニット1、出撃します。配置完了。ユニット1、これより警護に当たります。了解。全員周囲の索敵を怠るなよ。施設自体はほぼ修繕されてるわ。なんだ。ほら、状況を。長距離の砲撃です。沿岸にて有効救援センターを確認。攻撃は牽制だ。上陸部隊が来るぞ。迎撃態勢。さて、一丁やるか。死ね。
隙へと。目標への攻撃を続行してください。落ち着いた。他にも武器はあるさ。援護を頼む。どうした。早く援護に来い。目標は確実にダメージを受けています。よし、ユニット1、帰還する。